何なの？なんかね、って俺思ったもん。あんな作品はなんで成立するわけ？なんだ、どういうふうに企画するとああいうふうな。なんか30代後半になってあの感じがなんていうのかな、こう、そう、だからなんかあのすごい変な人じゃん。あの犯罪被害者の家族と加害者の妹が満島ひかりで、うん、で被害者の兄が、まあ、ちょっとなんか変な造形じゃない？そうですね、うん、なんか背がひょろんと高くて顔ちっちゃいんだけど、うん、まあ、一回見たら今あのネットフリックスでやってるさ初恋ってドラマ見ました？見てます、見た、今見てます。今どこまで見た？4話。あらあら、今4話です。ネタバレ、ネタバレダメですよ、ダメですよ、ね、え、ということは4話ってことは4話です。あの交通事故に遭ってしまった。それもネタバレなんですよ。ネタバレ、ネタバレ、危ない危ない、見てない方がいる。見てない人いるから、ね、結構 YouTube 見てるから。そうだそうだ、危ない危ない、忙しくて。ピュア恋愛は見た方がいいですよね、あれはね。あれいくらかかったんだろうね。4年かかったらしい。そうなんですか、うん、だからコロナ前って感じのフェーズ結構あったでしょ。4年そう、だからあれ多分撮影の途中でコロナになってんだよね。初恋、台湾香港でも人気になってましたね。もうあれ、俺さ、もうね、満島ひかりさんがめちゃくちゃ良くなってる、すごい。演技ですか？うん、なんか30代後半になって、うん、あの感じがなんていうのかな、こう幼さを残しながらちょっとおばちゃんっぽさもあるみたいな。プーは今お母さん役ですもんね。それは好みのタイプってことでしょ？いや違う違う違う、だって俺背あんな背高い人あんま好きじゃない。そうなんですか？言い切った。背低い方がいいですね。僕は背低い方が好きなんで全然好みのタイプじゃないんですけど、全然それはないんですけど、すごいいい演技だなと思って。あと佐藤健くんの芝居を初めてちゃんと見たんですよ、はい、そうです、ね、あの人いっぱい出てるけど、るろうに剣心とか、ね、出てます、うん、見てないから、うん、でそれ見たら、うん、すげえいい演技するなと思ったこの人。あの二人ばっかり目で追っちゃう、やっぱり、うん、いや素晴らしいですね。でこう学生時代の作らないですか？いやいや作りたいけど、うん、満島ひかりっすよ、ハレーさん。はい、はい、どうぞ。いいでしょ？はい、満島ひかりさんはね、連ドラ見たかな、昔。どうも。もうなんか忘れちゃった、あの。最初に彼女をやっぱファンが意識したのって、うん、まあちょっといろいろあったけど、そのシオンの、あの、愛の浮き出しですよね。うん、あの時多分女子高生ぐらいで、普通に可愛い子で演技もできるんだっていう感じだったんですよ。ホルダー5だもんね、もともとね。でもね、僕はね、本当にすごいと思ったのって、ちょっとね、これは遅いのかもしれないけど、うん、あの、それでも生きていくっていう。お日様だよ。あ、お日様ね。あの、朝ドラでしょ？そう。堀江さんなんで朝ドラとか見てるんですか？って。刑務所にいたからだ。あ、そっか、すいません。君面会に来たじゃん。面会に来てさ。お日様はクソだったけど、カーネーションは神だったみたいな話を。カーネーションの話したじゃん。そう、カーネーションの話で面会時間をほぼ使って書いたっていう、問題のある面会者だったんですよね。そう。あったでしょ？ありました、ありました。あったでしょ？ありました。うん、お日様でね、あの主人、井上真央ちゃんの友達役でね。そう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 、そう、ね。だからなんか、あの、すごい変な人じゃん。あの、なんかね、変な人なんですけど、うん、そこが結構魅力的で、それこそね、2010年ぐらいじゃなかったかな、それでも生きていくっていう、うんうんうん、なんかこう、あの、犯罪被害者の家族と、加害者の妹が満島ひかりで、うん、で、被害者の兄が、エータで、その二人が、結構なんかこう、逆にちょっと恋愛っぽくなっちゃって、でもちょっと過去のことがあるからなかなか付き合いづらくてみたいな感じのドラマがあって、へー、あれがね、もう本当良かったんですよ。それでも人が本当良くて。それがね、あとね、うん、なんかの舞台にも見に行った時に満島ひかりさんが出てたのよ、うん。多分それぐらいの印象しかなくて、なんかさ、若い頃って言ったらあれだけど、うん、まあ、ちょっとなんか変な造形じゃない？そうですね。うん、なんか背がひょろんと高くて顔ちっちゃいんだけど。うん、まあ、一回見たら結構忘れないね。そうそうそう。なんか独特な何か癖があるじゃない、うん、で、それがなんかうまくピタッとはまったいんだよ、まあ、なんか独特な、なんか、その、初恋でも同じなんだけど、もういきなりタクシー運転手やってて、うん、何なの？なんかね。って俺思ったもん。うん、やっぱあの、要望が個性的なのと、あとやはりこう、そんなに多分演技の幅が広いって、僕実はないんだと思うんですよ。多分そうだよね。だからバチッとハマってないんだと思うんだよ。うん、でもね、それがね、うまく脚本や演出にハマった時に、うん、もうこの人は本当に存在してるんだと思うような演技するんですよね。なるほどね。うん、でも本当そうだよね。あんだけあの、個性が強い人で、堀江さんもそうかもしれないけど、なんか300メートルぐらい離れて、その、あ、満島ひかりたなって分かるような感じするじゃないですか。確かに。なのに、その役名でその人だと思っちゃうんですよ、ハマった時は。あ、まあ
り方なのかもしれないですけどね。なんか使い方はちょっと難しいけれど、やっぱいい女優で。うん。もともとね、フォルダー5いたせいもあるかもしれないけど、やっぱ歌なんかも上手かったりとかね。あ、そうなんだ。あのです。カルテットとか見てないんですか？見てないです。いや、軽井沢に松たか子と満島ひかりと高橋一生と松田兄弟の兄がいて、うん、それが4人でバイオリンをずっと弾いていて、うん、なんかこう、みんな他に仕事持ってるんですよ、うん。で、カルテットドーナツホールっていうのを軽井沢のベースでずっとやってるんだけど、4人とも結構ちょっと人に言えないような過去があって、ね、それがだんだん明らかになってくるっていうドラマがあって、それもすっごい好きなんですけど、あれで、なんか椎名林檎が作曲した主題歌っていうのを松たか子と2人で歌ってるんですよ。うんうんうん、それ2番が満島ひかりがメインボーカルなんだけど、もうその歌声がね、本当に僕は好きで、もうね、一時期毎日ランニングしながらずっとそれを聴いてたっていう。主題歌は大人の掟。大人の掟。でも本当に代表作だよね。いや、今回ね、結構ね、二人ともいい年になってきて、ここで一つ大きい作品やり遂げたなと僕思いますよ。うん、あんな作品をなんで成立するわけ？なんだの？どういう風に企画するとああいう風になる？僕、まず監督がね、やっぱりそんな有名な人じゃないんですよ。うん、で、あの、寛竹ゆりさんって、うん、僕が、ね、唯一見たのが、でも逆にそれぐらいしかメジャーの作品やってないと思うんだけど、うん、あのドキュメンタリーオブ AKB の一番最初のやつなんですよね。へぇ、そうなんだ。よく知ってるね、本当に。専門家ですからね。二作目がやっぱり AKB のドキュメントって名作って言われていて、それ高橋英樹さんっていう突破印刷の社員なんだけど、なぜか映画監督っていう謎のおじさんがいて、うん、彼がやっぱりドキュメント上手くて、うん、で、初期の AKB のドキュメントって結構評価高いんですよ。はいはいはい、特に評価高いのは二作目で、うん、なんかこう震災の慰問にずっと AKB が東北に行っていて、ね、あの合間に AKB がやっぱり秋元さんが無茶をやってどんどん内部崩壊していくみたいな、次々と人が倒れてね、うん、あれを重ね合わせるっていう結構やばいドキュメントを撮って、そっちの評価高いんですよ。で、それに埋もれちゃったんだけど、うん、なんかあの高橋さんの撮る AKB のドキュメントってなんかもう AKB ってやばいものが暴走してるのをなんか割とジャーナリスティックに撮ってる感じがするんですよね。で、それに対してやっぱり寛竹さんの撮ってるものってもうちょっとなんか年頃の若い女の子が人生に迷いながらちょっと内面の葛藤を抱えてるみたいなことをなんか割と文学的に切り取るみたいな感じで、あれはあれでまた別の良さがあるんですよ。